こんにちは。美容整体サロン店員無法の谷口です。本日はですね、いい姿勢についてお話ししたいと思います。健康においてですね、もう全ての始まりはもう姿勢からと言っても過言ではありません。皆さんですね、これをご覧のあなたも、姿勢を良くしたらいいっていうことはもう分かっていると思います。しかしですね、実際じゃあいい姿勢取ろうって思ってもですね、いい姿勢ってどんなんですかってなっちゃうんですよね。やっぱり僕たちって普段そういうのあまり意識してなかったですからね。学校でも習わないし、これがいい姿勢だとか言ってね、教科書に載ってるわけでもないし、わからないんですね。そこでですね、ちょっとワンポイントだけ、いい姿勢っていうのはこういうことですよっていうのを説明させていただきます。いい姿勢なれっていうとですね、こう胸を張ってですね、肩甲骨をこうグッと後ろにする、胸を張る方がおられると思うんですけども、これはですね間違いです。はい、いい姿勢イコール肩の動きではありません。はい、じゃあ何かっていうとですね、いい姿勢っていうのはこれです。骨盤ですね。骨盤の傾きなんですよ。っていうことなんですね。はい。肩の位置ではなくて骨盤の傾きです。はい。やっぱり骨盤って体の中心なんですよね。この骨盤の傾きが、まあ、前に傾きすぎると、やっぱり腰が反ってきちゃうし、後ろに傾きすぎると、猫背になっちゃうんですね。なんでこの骨盤をグッと立ててあげる、骨盤の位置を良くしてあげて体幹を安定させるっていうのが、まあ、いい姿勢だと言えます。なので、まずはそのいい姿勢イコールこう胸を張るっていうのはちょっと置いといていただいて、骨盤の傾きに注目していただけたらなと思います。まずは体幹なんだ、骨盤なんだ、姿勢の始まりは骨盤の傾きをまっすぐ良くすることなんだっていうことをちょっと、ここではですね覚えていただきたいということで、説明させていただきました。はい、骨盤です。はい、本日はですね、いい姿勢とは何か、骨盤ですよと、骨盤の傾きですよと、胸を張ることじゃありませんということを説明させていただきました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。それでは失礼します。